形になった。これは絶対にやばいですよ。S 字で水を切った時にこのエッジが多分綺麗に水をパンと押してくれるんですよね。こっちに平面があることによって、はい、で普通フラットに繋いじゃうとこうなだらかになっちゃうじゃないですか、はい、水逃げちゃうんですよ、はい、これ逃がさないですよね。まあこれで切って、はい、ここに水が入ることによってロールを抑制するんですよ。ロールをさせないための、あ、全くしないわけじゃないんですけど、上に対してのキールみたいな仕事。そうです。で強い入力を入れた時にグライドベイトって斜め下に入っていく傾向があるんです、はいはい、それをなるべく抑えて綺麗に横にスライドさせていくっていう考えです。まあそれによってこの、トップウォーターでもこの下のキール使って、はい、トップウォーターですごいこうキレのあるスライドアクションができるんで、複雑なアクション、トップウォーターでも非常に使い勝手がいい。中に入れてももちろんいいです。あのこれ新商品ですか。はい、これはもうリップ付きで、まあ普通のリップ付きのビッグベイト風なんですけど、はいはい、まあ、もちろんそういう機能性はありきのプラスダイビングリップが付きますよ。これは自分でチョイスして、はい、これ同梱されてるので、はい、これを付けることによってタイトなナチュラルなアクションで3メーターまで潜ります。3メーターまで潜ります。あ、あそうか。でここのリップの溝で切ってもらえれば、はい、まあ、2メーター、2.5 メーターっていう風に刻めるので、それはもう任意にお好きなように。まあ、このオリジナルの状態ではこれで3メーター台でナチュラルなアクションで泳がすことができます、はい、っていう機能性とこのブレードがつきます。でこれブレードがワンタッチでこれ取り外しがしやすいようにリングをですね、はい、これオリジナルで作ってまして、はい、このちょっと上に跳ねてるここに引っ掛けることによってワンタッチで取れます。取ってここもつけるときもここに引っ掛けることによって簡単につけられますよ。これはあのビッグベイトにこのちょっと大きめのブレードをつける意味というか、はい、どういう効果が、はい、これはですね、主にトップウォーターで僕はよく使います。あ、トップウォーター使いの時に、はいはい、で水面で、まあ、デッドウォークさせた時はこれがゆらゆら揺れながら、はいはい、フラッシング、はい、これで下からコールアップさせてくるっていう機能、はい、あとは肩巻きした時にこいつが回転してここにヒットするんですよ。あ、はい、でコン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 っていうあのサウンドを発生させますので、はいはい、ノイジー的なルアーとしても使える。で、この使い方に特化したのがこの2つの TW って書いてあるトップウォーターモデル、はいはい、これはボディの内蔵ウェイトをちょっと軽くしてます。あ、この TW モデルはちょっとトップ使いにもだいぶ、はい、というのはこれが結構重いんで、はい、これをつけた状態で水面をウェイクさせようとするとちょっと潜っていきがちなんで、ちょっと軽いモデルを作りまして、これでウェイクさせてノイジー的な使い方をあの皆さんにどうしても体験してもらいたいっていうのは釣れるんですよ。なんでこれを設定してます。ブレードありきのトップウォーターは TW っていう感じです。でこれが別になければ別にこれそこそこ高浮力なんで、はい、トップで使えるんですけど、こいつ 4g ぐらいあるんで逆に馴染みが良くなる、はい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 、スローフローティングになるんで、はい、これはこれですごい使いやすい。なんでブレードはやっぱりこうあの表層付近で、バスを引っ張るとか、そのノイジー的な要素を加えるとか、はい、そういう意味であのカスタムブレードあのこれセットで付属してます。で、あとまあリップレスでも使えるんで、はい、IG 系で同じように音を出してもいいですし、はい、ジョイントペンシル的に使ってもいいですし、はい、それはもうあの本当にトップから 3m レンジまでいろんな使い方ができるように作ってるんで、こちらのスローガンっていうかキャッチコピーがですね、はい、グランドツーリングスイムベイトっていう。グランドツーリングスイムベイト、はい、要は遠征、遠征した先々のさまざまなフィールドで全部使いどころありますよっていう意味でグランドツーリングっていうワードを使ってるんですけど、使い方の幅が広いんで、はい、マッディシャローからそういうクリアレイクまで、はいはい、ちょっとどこ行っても何かしら使い勝手ありますので、そういうビッグベイト、スイムベイトになってます、はい、ランナーバウト、ランナーバウト、これももうどこの釣り具屋さん行ってももう並んでますもんね。並んでたらまずいですけど、
いやいやいや、ちょっと異形のスイムベイトなので、はい、変わってるんで、はい、ちょっと敬遠されるかもしれないんですけど、一回使ってもらうと、皆さん、使いやすいですねって、ほぼほぼ言ってもらえるような。端的にどんな状況の時に強いとか、これはですね、はい、まあ、レンジがですね、はい、基本はトップから水面下、まあ、せいぜい1メーターいかないぐらいのところなんですよ。なんで、低水温器は僕はあんま使わないんです、はい、ただ、9度ぐらいまでだったらシャローに上がってくるデカバスに対しては普通に釣れてます。ただ一番いいのはやっぱり春から初夏まで、で、トップウォーターをメインに、使う人もいれば沈めて使う人もいれば、はい、まあ、フィールドによって様々なんですけど、はい、まあ割とトップが使う人少なくて、なんかね、見切られにくいイメージがあります、はい、なんでかっていうと水面ってぼやけるじゃないですか、はい、ものが でかいんで、中に入れちゃうと割とはっきり見られちゃうので、ちょっと水面にして銀膜使ってやることによって見切られないで激しいバイトで食うっていうのを結構経験してる、はい、だからそういう使い方も知識してやってもらえると、まあ、引き出すの一つとしていいんじゃないかな、はいはい、あとは、まあ強弱入れながら、やると片方にこう寄っていく、こうやってだからオーバーハングの下とか桟橋の下とか、はい、任意にこう中に入れてまた出していけるっていう、はい、操作性は、うん、多分抜群にいい。だから慣れてしまうと本当に意のままに操れるっていう、はい、グライドベイトになってますので、ちょっと練習してもらって、はい、使っていただければ非常に楽しいです、はいはい、ありがとうございます、はい、これは今もう雑誌とかで一気にプラスルーツのロッド出るぞっていうのを読んでから来たんですけど、はい、これどういうコンセプトというか。コンセプトは使いやすさ、使いやすさ、はい、で、ルアーに対して一本一本個別開発、なのでクランクウェイトであればクランキングロッドですし、はい、ミドストロッドであればミドストロッド、ターゲットを明確にして作ってるイメージ、はい、お買い上げ僕差を作ってるんで、高瀬さっきからって難しいことをね、僕いろいろこうね、プロの説明をさせたり、その振り方じゃねえよ、そういう振り方じゃねえよ、怒られちゃう、怒られちゃう、でもすごくね、まあでもライバルの顔を研究しないと、2024年っていうその年のまあ目玉のブースではあるんで、ここなんか苦しい話になってるんだけど、でもほら、もうやられてる方が全員知ってる方なので、はい、はい、火花でね、いつもそうなってるんですよ、はい、いやいや、こちらもさ、みんなが頑張ってくれるからこっちもやる気になるわけで、まあ、サムさんも完全にベイト引きするからね、イメージサムラベイトワーニング、サムラさん、これサムラさんですよ、あーもうサムラさんだ、これベイトロットをスピニングのように扱う男ですからね、そうです、まさにそのコンセプト、その感じが好きだったっていう人は今グラスルーツの時に来ればそのテイストの竿が最新鋭のが触れちゃうかもしれないよっていうことですね。色がはっきりしてるから、うん、誰がどういうのかっていうのは、うん、僕らは特に長く付き合ってる方たちだから、はい、そういう意味ではすごく選びやすいですよね、うん、そうですよね。あとはグラスコンポジット、これは多分 ね、 ありますね、想像できるんですよ。あ、でもだいぶ柔らかくしましたね。よく知ってますね。いや、それを打って僕、何言ってたの、沢村さんは。何年付き合ってるんですか。